もうサッカーの先輩めちゃめちゃ怖いんですよ。部活紹介出てきたのみんなリーゼントですから。練習試合かって言って、まあ、ボッコンボになってバットを僕に落としてたんですよ。ここサッカーの試合にバット持ってくる。そう、それはなんじゃないか。カズカズさんにね憧れてて、特に J リーガーになりたいと思ってたんで、うん、こんにちは、ワクセルのミキです。本日は私とコラボレーターでもいらっしゃいます、初 MC を務められます岡田匠さんとお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。MC の岡田匠です。お願いします。よろしくお願いします。普段どんなことしてらっしゃるんですか？そうですね、僕はランニングとかロードバイクってスポーツのイベントで MC をしたりとか、あとはエンタメ系のイベント、まあ、司会業で多くのイベントに出てたり、あとはですね、東京都の品川区でラジオ、はい、コミュニティ FM なんですけど。そうなんですね。いろいろな場所でお話をさせていただいております。一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、素敵なゲスト、はい、お越しいただいてますので、僕の方から紹介してもよろしいでしょうか？はい、お願いいたします。はい、今回のゲストは元年俸120円 J リーガー、そして現在格闘家でございます、アビコ高松さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやもうね、ミキさん、はい、すごいアスリート感、うん、めちゃくちゃ出てる、出てる、出ちゃってる、出ちゃってます、出てます。あの肌の色、うん、白シャツとのギャップ、白シャツから溢れ出るちょっと筋肉感、どうですか？ご覧ください。超爽やかな笑顔ですね。これはアスリートすごい気持ちいいですね、これ。本当に上げてくれてすごいな。ということでですね、はい、今回はアビコさん、はい、学生の頃ブラジルに渡航された経験があったり、はい、40歳で J リーガーになったり、はい、あとはですね、現在格闘家をなさっているということで、今日はそれについていろんなお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、簡単にではございますが、はい、フリップにまとめさせていただきました。そうですか。はい、こんな感じ。あ、なるほどね。はい。まあ確かに簡単にまとめましたね。先に言ってください。すいません。こんなんでまとまるわけがない。いやいや、もう、でも主要なところは押さえていただいてるんで、ありがたいなと思います。はい、まあ、ここをベースにですね、まあ、いろんなお話をここからもうどんどん掘り起こしていきたいと思います。はい、お願いします。まずはですね、ブラジルに短期留学に行っているというところ、はい、さらにそこに向かってご自身でね、新聞配達としてお金を貯めてって、こうブラジルに行ってらっしゃるんですけど、行ってみようと思ったそのきっかけってどんなところにあったんですか？もともとはもうそのサッカー大好き少年だったわけですよ。はい、で、まあその門限なんて破るぐらいのね、サッカーずっとやるような、うん、家帰って鍵閉まってみたいな、まあ、そんな少年時代を過ごして、で中学校はまあ地元の中学校行って、うんうん、でこうその行きたい高校に推薦で受かった、サッカー推薦で。おお、なるほど。よしと、俺はもうこれで受験しなくて済むと、うんうん、その1ヶ月後ぐらいに先生に呼ばれて、進路指導室に、アビコと、うん、まあ、ちょっと頭悪すぎて、はい、向こうから NG が出たと。で当時その学校にスポーツ科がなくて、はあ、サッカー推薦で OK だったんだけど、学校の会議によってちょっと偏差値が足りなすぎると、ダメだっていうことで、もう泣く泣くそのもうめちゃめちゃ地元のヤンキー校に行くしかなかったんですよ。おで、これがもうどれだけヤンキーかっていうと、はい、まず体育祭がないんですよ。え、体育祭がなんでないかっていうと、1コース2コースは人が走るんですよ、100メートル走ね。ああ、そうですね。うん、で3コース目現地走るんですよ。誰が勝てんねんって話じゃないですか。現地走るんですよ。もうそれぐらい、もう要するにそのもう暴走族とかそんな時代なんで、もうそういうのがもう平気で学校入ってきちゃう時代で、体育祭危ないと。中止だと。プールもないんですよ。で、なんでかさ、人沈めるっつって。で、プールもないんですよ。で、僕はサッカー部入ったんですけど、はい、そのサッカー部の先輩めちゃめちゃ怖いんですよ。部活紹介出てきたのみんなリーゼントですから。めちゃ怖いじゃん。ヘディングとかどうする？いや、そうなんですよ。だから逆に強いんじゃないかと思って、僕こうやってね。それぐらい嫌だなと思って、パンチパーマを見たし。で、先輩、これリストあるじゃないですか。なんていうの？部活に持っていく、試合とかに持っていく、もう持ち物リスト。で、あんなミスしたら怒られると思って、僕はもう丁寧に全部調べて、もう、先輩って言って、さすがに。そう。って言って、そしたらアビコ足りないって言うんですよ。いや、全部リスト通りですって言ったら、いや、足りないって言うから、野球部行ってこいって言うんですよ。野球部と思って、で、野球部に行って、サッカー部ランクですって、先輩が、野球部に行けって言ったんです。ああ、練習試合かって言って、まあ、ボッコボコになったバットを僕に落としてきたんですよ。10本ぐらい。どういうこと？どういうこと？俺野球部じゃねえよなって言いながら、で、バット、あ、よしよしって言って、はいはいって言って、あ、それだって言って。ほんで、そう持ってったら、僕らボールボーイなんて、グラウンドの周りにこう、椅子に座ってね、サッカーボール、外に出てきたらすぐ渡すように。で、なぜかバットも渡されるんですよ。で、ピーって始まるじゃないですか、試合。ほんで、乱闘始まるんですよ。えー、
で、乱闘始まったと思ったら数人の先輩が俺とかしてくるんですよ。あれか、待ってください、待ってください、渡さなきゃいけないっていうぐらい、ヤンキー効果です。じゃあ、まんまになります。っていうのがあって、このまんまだとヤンキーの道を私は流れてしまうと。いや、そうですよね。それはね、やりたくて。高校2年生の夏に、はい、その、一人部活で来なくなったんですよ、人が。友達がね。どうしたと。なんで来なくなったんだと思って、楽器が開けて、2学期か。聞いたらブラジル行ってたって言うんですよ。あ、何それ。先に友達が行ってたんですよ。そう、高校の時に友達がブラジル行ったから、え、行けるんだと思って。で、親にすぐ行ったんですよ。僕、ブラジル行きたいと。あんた冗談じゃないと。部活もまともにやらない、勉強しない、ワイシャツも着ていかない、そんな子にね。サッカーの試合にまとめてくる。そう、冗談じゃないと。ざけんなと。お前みたいなもんが、って言われて。確かになと。そうですよ。正しいと、あなたが。はい。で、そっから、自分で何とかしなきゃいけないと思って、じゃあお金を貯めようと。で、新聞配達を始めて、で、たまったお金を今度親に持ってったら、それだったらまあいいだろうと。その、要するにお金を持ってきたんじゃなくて、姿勢を見せたことが親にとっては、そういう覚悟があるなら、じゃあ行かせようかっていうことで、まあ OK をもらって、それが短期留学の、まあ僕はブラジル留学その後も言ってますけど、まあ初めての海外であり、ブラジル。が、ここ2年生。あ、ここ3年生の夏か。すごいですね。高校3年生、だからそれまでずっとだからもうサッカーといえばブラジル。だからこそずっと自分が行きたいって思ってた、ね、はい、やっぱキングカズさんにね、憧れてて、ああいう風な、こう、ね、まあ、特に J リーガーになりたいと思ってたんで、で、中学校3年生の時に J リーグから始まって、はい、でもあの舞台に行くためにはいい大学とかその選手権、高校のね、強いとこ行かなきゃいけないけど、僕はもう全然ヤンキー校行っちゃったんで、縁遠い話だと思ったんですけど、僕が行けるとすればっていうね、ことで、まあその、ブラジル留学をね、選択したと。そういうことですね。感じですね。で、ブラジル、そう、一回行って、まあ、自分で何とか貯めて、姿勢を見せて行きました。はいはい、で、またさらに、高校卒業した後も、行きました。ブラジルに行かれたんですよね。はい、で、その時も帰ってきて、引っ越しだったり、バイト、居酒屋のバイトだったり、いろんなバイトをして、お金を貯めて、またそこから2年ぐらいですかね、もう一回、留学をして。その時に2回目のブラジルっていうのは、プロ契約を、そうですね。1年目はまだできなかったんですけど、2年目の時に、プロ契約をするところまで行きまして、でこれはもうここまで来たらね、もう日本でもできるだろうと。で、思ってプロ契約サインした次の翌日かな、翌日かな、前十字靭帯という右の膝の靭帯を断裂してしまいました。プロ選手の契約を破棄されるっていうね。すごいですね。せっかくまあやり続けてきたにもかかわらず、まだ中学校の時はね、テストで受かったのに頭が悪くてダメ。で、ブラジル行ってやっとプロになると思ったら本来自分の怪我でダメ。まあ、そういうなんかこう、なんですかね。なんかやっぱりどっかにあるんでしょうね。そのまだお前体制できないよみたいな天のお告げがあったんですよ。で、もう膝バーンこうやっちゃったんで、もう、あれです。クラブからはいらないと。そもそも日本人にビザを出すとか、日本人にお金、仕事を与えるっていうのは、もともと失業率の高い国で、はい、ブラジル人ですら仕事がないのに、なんで金持ちの国の日本人にはあげなきゃいけないんだよっていうことから始まってはいたんで、もともと風当たりが強かったんですけど、はい、2年間しっかりやったことによって、その辺のところはこう、あいつだったらいいんじゃないかっていうふうになった矢先の怪我なんで。その時、こう、正直言うとその挫折というか、はいはい、なんかその、やっぱりそういう気持ちって結構ありました？そうですね。やっぱ今思い返せば、多分結構しんどかったんですけど、でもやっぱり、なんていうんですかね。僕、そもそも考え方が、その、不安の正体って、まだ来てない未来の話じゃないですか。で、不安とか心配事って全てまだ来てない未来なんで、そこにそわそわしない。例えば、借金するかもしれない、しないかもしれないっていう不安。でも、しちゃえばやることは決まるんですよ。返すっていう。っていうことで思うと、怪我した時にはもうやることは直すしかなかったんで、今思えば不安だったはずなんですけど、ただただひたすら僕は、なんだろう、とにかく直すことに専念をして、とにかくこのチームでもう一回プレーするんだというところの頭が働いてたんで、なんとしてもクラブに残りたいと。でもクラブはもうお払い箱ですよ。いらないわけです、そんなお荷物。だから僕なんとかして残ろうと思った時に、アンダー12っていう12歳以下のカテゴリーのコーチを買って出て、僕が指導できるからって。そしたら、だってそういう形で残ってみればっていうふうに言われて、なんとかクラブに残してもらって。まあでも12歳にめちゃめちゃ馬鹿にされましたけどね。だってやっぱサッカーを後進国じゃないですか、日本なんて。それがね、指導するっていうことにせいで、もう日本人じゃん、みたいな。まあ、そこ大変でしたけど。そうありますね。でもそこを乗り越えないとね。なるほど。自分がチームに残れないんで。
すごいですね。まあ、だって2年間ブラジルに渡ってからそこにキャリアを掴み取るまでブラジルでこう積み上げてきたわけですもんね。そうですね。はい、本当にそういった中で事件が次から次に起こってくるわけですけど。そうですね。まあ、そこからの、まあ、指導という立場にこう切り替わりつつ、はい、日本にも戻って、そうですね、はい。日本に戻ってからはどういったこうキャリアに？日本に戻って、それこそ、ちょっとここがポイントというか、清水エスパルスっていう J1 のクラブのテストを受けてるんですよ。はい、怪我をしてリハビリをブラジルでやりながら日本帰ってきてリハビリをして、で、いざ、まあ、3度目の正直ですよ。もう、中学校の時に自分の頭でダメ、今度は怪我でダメ、やっとプロのテストを受けるチャンスが来たんですよ。清水エスパルス。相手は高校生。僕当時21歳ぐらい。高校生全然いけると。余裕でプレイできると思って、ボールを受けたら、取られたんですよ、すぐ。まあでもまだいけると思って。で30分3本って言われてたんです、監督には。はい、3本ある。結構長いですね。そう、30分3本あるんで、思う存分やってくれと。はい、で可能性としてはあったと思うんですけど、2、3回プレイしてる間にどんどんこうボール奪われて、で、開始10分ぐらいで怖くなっちゃったんですよ。高校生にボール奪われる俺ってどうなのみたいな。なんか全然ダメだと思って、でも30分3本あるって言われてたから、残りの2本頑張ればまだチャンスあると思ったんで、このままじゃいけないから、残り20分は、なんとなく過ごそうと。このミスを増やしちゃいけないから、声は出すけどボールは受けない。みたいな、こうなんか、せこい技を取り始めて。なるほどね。でも、結局明日があるって誰が決めたって話で、30分終わりました。じゃあ2本目いざってなって気持ち切り替えて深呼吸していざと思ったら、監督に呼ばれて浴びこうと。もういいよ。シャワー浴びて帰るなって言われて。うわ、すご。だから僕の中では、結局そこは何かというと、自分で諦めちゃったんですよ。残り20分で何とかしようとしないで、もう一回あるだろうと。でも、そんな未来があるって、本当に誰が決めたって話で、あぐらかいてんじゃねえよと。で、問題はそこから僕が、その、要は、テストがダメだったっていうことを、周りの人は聞こえるよ。あんかどうだったテストの、で、僕は素直にビビったと言えなかったんですよ。その、虚勢張って、いや、俺は結構いいプレーしたけど、まあ、監督と合わなかったとか、チームに合わなかったとか、こっちは良かったけど、向こうの問題じゃないみたいな。でも、そもそも問題は僕なんですよ。っていう、その、自分への嘘をそこでつくわけですよ。でそこから僕の結構嘘の上書き人生というか、嘘の重ね着人生が始まる。これはね、無意識なんですけど、一回嘘をつくと、やっぱり虚勢を張るんでバレたくないから、ちょっと自分をこう大きく、そう大きく見せて虚勢張るんですよ。特に男子はね、多分ね。はい。ね、なるほど。っていうのがまああった中で、まあいろいろ仕事をやって、そう、オミアルビジャン通訳とか、はい、まあ J リーグチームとか、もうそこで引退は24で引退はしたんですよ、結局。もう辞めざるを得なかったんで、絶対こんなね、弱さを引き出かせないやつはプロになれないんで。なるほど。で、オミアルビジャン通訳になって、そこからまたいろいろ独立したりしながら、まあまさにそのさっきの選手のマネジメントとかっていうところにも行き着く。通信の高校の先、講師、東京ベルディ、J リーグチーム、ここにサッカーコースを作ったんですよ。なんで J リーガーになるんだって、そのやっぱきっかけがね、